やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日はね、これまたずっと占ってみたかったデヴィ夫人です。デヴィ夫人について占います。デヴィ夫人私すごい好きで、本も買ったりして、そう、とにかく好きなんですよ。なんだろうな。ちょっと苦手って思う人でも、一回ね、自叙伝というかね、そういうのをね、読んでほしい。すごい苦労人なんですよね。そう、戦争の時にね、みんな失ってで家族のためにキャバレーだけど、なんかね、そういうところで働いて、でビジネス感覚もあってて、それでインドネシアの大統領に見初められて、それでインドネシア行っちゃう、当時のあの時代に行ってしまう行動力みたいな。で、さらにこのね、今の年齢になっても、人生を楽しみたいみたいなと、なんかね、どんどんいろんなことにチャレンジしていきたいのみたいな精神がずっとあるらしくて、バラエティ番組とかで、体当たり的なね、ああいうのもチャレンジするのも大好きみたいな感じで言ってて、すごい人だなと思って、こんな風にもう突き抜けて生きられたら、なんかね、本当悩みとか、なんかどうでもよくなりそうよね。ここまで突き抜けると本当に。だからご本人はね、多分ね、占いとか多分興味ないと思うんですよ。だって、幸せそうだもん。どう見ても幸せそうじゃない。もう人生を謳歌しています。私は何があっても、どんな状況でも、どんな辛い環境でも、状況でも、私はそれを乗り越えて楽しんでみせますみたいな強さを持ってそうだから、ご本人はね、占いとか、私、ごめんなさい、多分全然全く必要ないと思うんです。本当に勝手に占って、ごめんなさいっていう感じなんですけれども。なので、なんか勇気がなくてとか行動力がなくて怖いから失敗すると嫌だから何かできないみたいな人に、なんかデヴィ夫人の自叙伝とかね、なんか読んでほしい。あ、こんな人生もあるんだみたいな、なんかね、いろいろ気づきますよ。そして、なんかね、この毒舌も、なんかいろいろ悟り切っていろいろ苦労したからこそ出てくる言葉なんだろうなっていうのは思いました。はい、デヴィ夫人。そう、YouTube もやってるんですよ、YouTube。YouTube でもいろんなことチャレンジしてるからね、楽しいですよ。プロフィールは、ラトナサリ・デヴィ・スカルノ。国際社交家なんだね。肩書き、国際社交家。インドネシア、元大統領夫人であり、政変後1970年パリに亡命、社交界で東洋の真珠と歌われる。そうなのね。若い頃のお姿が、お顔がね、また本当に美しくて、ちょっと日本人離れしてるっていうか、ちょっと美しすぎだろっていう感じの。で、1990年にニューヨークに移住。国連環境計画の特別顧問として活躍。現在は活動拠点を日本に置き、デヴィ夫人の愛称で親しまれている。2000年以降、優雅できらびやかな衣装と華麗な経歴、そしてどこか浮世離れした不思議な存在感で他に類のない独特なキャラクターと認識され、テレビなどで大活躍。また国際的な基盤を生かして NPO Earth Aid Society を発足。地球規模で慈善活動を行っている。さあ、今のプロフィールを読んで、この辺をね、見て、気づいた方はもう気づいたと思います。本質が22なんですね。で、外側、ペルソナが6。この経歴こそ正しい22の使い方ですよ。わかりますか？ね、本質22の人はね、家とか家庭とか、なんか会社とか、そういう小さい世界にいると、もうその力を発揮できずに一生を終える方が多いんですよ。だけど、22はね、世界とか、もう人のため、人類のためとか、なんか、世界規模、宇宙規模で世の中は見て、力を発揮すると、もうこうなれるっていうね、これだけのパワー、底力を持ってるのが22ですよっていう例が、ようやくデヴィ夫人をもって説明できた。やっと、ああ、嬉しい。これが22の本来ある。ね、これがって言っちゃごめんなさい。この方こそ、こういう姿こそ、22の本来あるべき姿ですよっていう例ですね。22っていうのは、世界がね、変わる時に現れるような数字です。とてもパワフルです。2+2で4の数字を元にしているので、とっても正義感が強いです。正義感の強さを元に、で、その正義感もちょっとね、普通のこの地球に生きる普通の人々とちょっとずれてるんですよ、軸が。正義感のね、向かう方向性みたいなのが、ちょっとずれているので、浮世離れして、まあ、さっき自分でも書いてたけどね、プロフィールに、浮世離れした不思議な存在感で、みたいな。本当不思議なんですよ。22とか33、11、ゾロ目さんは不思議なんです。そして、世界規模で正義感を発揮すると、もう、こうやって活躍できるっていうのが22です。でも自分自身で変わってるっていう自覚は全くありません。で、変わってるって言われるのも不本意です。なんかね、それは反発する。変わってることを自然に受け入れてくれる人が大好きですね。うん。あと22はね、礼儀正しいんですね。かなり、頑固で礼儀正しいので、22の人に対しては、ものすごく礼儀みたいなのを大事にしてください。うん、軽く扱わないこと。デヴィ夫人もね、礼儀正しくない人にはこう、ビシって言うでしょ？きついこと言うけど、礼儀正しくさえしていれば、とても優しいはず。うん、そうなの。礼儀正しい人には、こう、愛情をたっぷり注いでくれる人。で、ペルソナの6は、愛を与える導き手。6の人も正義感強いんですね。正義感を元にして、それで周りの人に愛情を与えて、困ってる人を助けてっていうことに生きがいを感じる人なんです。6はね、優しさとおせっかいの区別をつけないとちょっと面倒なことにもなるんだけれど、とにかくもう世話焼きです。愛情をもうどん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 与えて、あっちこっちに世話焼いてみたいな人なんですね。なので、22も6も両方正義感、ザ正義感みたいな人なんだなっていうのは分かりました。そして、そうね、どっちも現実的かな。現実的って言ってもちょっと浮世離れはしているけれど、そう夢見がちっていうより現実的です。うん。ふわふわしてる。なんかね、夢見がちな感じではない。そう、不思議な雰囲気は22がちょっと出してるだけであって、ご本人はこう、なんか、非現実的なことを夢見てとか、そういう感じでは全くないです。うん。というデヴィ夫人の性格、性質でした。はぁ、もうね、ザ22みたいな。例えが、ね、これから22が出るたびに、例えとして最適な方が出てきてくれて、すごく嬉しいです、今。喜んでます。もう22出たら、ザ22って人はデヴィ夫人ですよっていう説明しよう、これから。では、どうしよっか、デヴィ夫人、ね、仕事運はとか聞いたところで、なんか、私が占ったところで、彼女は自分の力で何とでもするわ、みたいな。何とでも行きます、私みたいな凛とした強さがあるから。なんかね、何聞いていいのかわからないんだよな。なんかとにかく性格がなんだか知りたかっただけで。運勢みたいなものはなんかもうデヴィ夫人自分で全部切り開いていきますみたいな感じが出る気がするんですよね。ちょっと、まずタロットさんから見てデヴィ夫人ってどんな人なの？はい。ズバリ。この私の相棒、タロットさんから見て、デヴィ夫人はどんな人なんでしょう？じゃん。はあ、まさに。まあ、よくこの一枚が出たねっていう感じのカード。力のカードです。ね。女神、女の人がね、強い猛獣のライオンをよしよしって手なずけているでしょ？これは、力強い女の人の姿ですね。女神の姿です。目標に向かって、自らの力で進んでいくっていう。かなりパワフルな力を持ってるよっていうカードです。あ、もう、このカード自体がもうデヴィ夫人に見えてきたわ。もうこのカード見るたび思い出しちゃう。あ、タロットさんすごい的確なの出したね。私もそう思うわ。そう思ってたわ。力ね。いいカード出したね。うん。では、デヴィ夫人には不要だとは思う。全くいらない占いだと思うけれど、私の力で進んでいくから大丈夫ですって言うと思うけれど、デヴィ夫人の仕事運、この一年の仕事運っていうのを見てみたら、仕事運全体運かな？あ、どうしよう。うん、仕事運にしよう。を見たら、どういう感じになるのかなっていうのをね、まあなんか確かめるべくちょっと見てみます。軽く。はい。ズバッと出ました。あ、なんか思いのほかあんまり良くなかった今。デヴィ夫人の身にも感染症のね、危機がちょっと仕事が影響してるのかなね。過去はちょっと太陽で良かったんだけど、今が星の逆を背景に正義の逆だから、期待してたこととかが、なんかね、なくなってしまったとか、中止になっちゃったとか、やっぱりやりたかったことが、やろうと思ってたことができなくなってしまった。多分、そうね、感染症のせいかな。なんかそういうのを背景にして、優柔不断さとか、どうしたらいいかわからなくなってるみたいな、そういう感じ、現在が。うん、そうね。で、健在意識、気持ち、表面的な意識は月の逆だから。いや、不安は私晴れてますわよって言ってるんだけれど、潜在意識見えないところではちょっとね、ネガティブになってるかな。忍者の逆。で、近い将来、2、3ヶ月後とかも、運命の輪の逆なので、うん、ちょっとね、アンラッキーとかタイミングがなかなか合わないなっていう感じ。ちょっと厳しいですね。で、現在の仕事上の立場は、節制の逆を背景に、世界の逆なので、これは自分をコントロールできてないとか、もしくは気持ちの流れが悪い。お金の流れ、お金はありそうだからな、気持ちの流れ、なんかね、ストレスが溜まってるとか、そういうのを背景にして、うん、立場的に今、完璧な状態じゃない。ですね。自分自身で中途半端な立場にいるなっていう感じで思ってるかもしれない。で、環境も悪い、肯定の逆なので、何か、これがなんかね、会社とかに出ると、その会社の経営が傾くとか、なんかね、倒産しそうとか、そんな感じだけれど、なんか、デヴィ夫人がやってる活動、ね、ご自身で何かやってらっしゃったけれど、それを取り巻く環境が今厳しいのかなっていう感じがします。で、可能性のところに恋人の逆なので、コミュニケーションがなかなか取れない。だこれもね、多分世界を股にかけていろいろやってるでしょ？お仕事を。なので、ね、今、世界の行き来もできないし、うまくコミュニケーション、交流が取れない、ちょっと辛い感じかな。だけど、1年後くらいには悪魔の逆なので、今のこの悪い、ね、全体的に悪かったでしょ？悪い感じから、やっと抜けられる、やっと悪循環、悪い環境からの脱却、脱出できると思います。ようやく1年後くらいにスッキリするかな。そして対策が戦車なので、ね、今ちょっと辛い、全体的に辛い感じだけれど、デヴィ夫人、これからももう言わなくてもこうすると思ってたけどね、言わなくても戦車がここになんか出そうな気がしたけど、最終結論とかこの辺とかに、ね、もう駆け抜けていってください。ただそれだけです。はい。ということで、ね、やっぱり、そうね、世界を股にかけて働いていると、今のね、この行き来できない、なんかいろいろストップしてる状態は辛いよねっていうのはなんか分かった。はい。ということで、デヴィ夫人について占いました。ザ22の方と出会えてよかった。はい。では、じゃんけんいきます。玉あき、じゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。